はい、それでは始めたいと思います。はい、今回も始まりましたレキトークでございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、前回、まあ、だいぶ前になるんですけども、前回はですね、歴史ニュース、まあ、各歴史の人物のスクープをご紹介するという、まあ、そういうふうなコーナーだったんですけども、今回はまたですね、ちょっと若干深夜番組のノリになりますが、歴トーク復活ということになります。今回も司会進行させていただきます、検診官というところで世界史を教えております北林と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、さて、まあ、このプログラムはですね、まあ、あるテーマに共通する人物に、まあ、地域とか時代とか関係なく集まっていただきます。もう、まあ、亡くなっている方ばかりですから、こう、よろしくお願いします。はい、亡くなっている方ばかりですから、まあ、あの世からこうちょっと召喚するというか、それで参加していただくということになるわけなんですけども、まあ、あの堅苦しい歴史のお勉強というよりは、なんかちょっと物知りに知れたなったらラッキーかなみたいな、まあ、そういうふうにちょっと肩の力を抜いて、見ていただきたいなというふうに思います。さあ、で、反応なんですけども、まあ、拍手、人物出てきていただきますから、拍手の時に、運ボタンを押していただくとか、それとか、私の話を聞いていて、ほんほんと思ったら、そこで、うーんってやっていただいたり、ってやっていただいたり、結構です。はい、もうお好きに、こう、ライブですから、ね、ライブですからね、今、14時31分、ね、ライブですよ、ちゃんとね。はい、というわけで、それでは、やっていきたいと思います。さて、今日ですね、人物お集まりいただきました。さあ、それではご登場いただきます。どうぞ拍手、運ボタンで出してください。てか多いなこれ画面ガツガツやなこれはい、むちゃ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 多いです。はい、今日ね、ほんとたくさん出ますので、すごいテンポがタタタッと速くなりますが、ご承知いただきたいと思います。はい、で、今日の話はそうですね、特に前半の方なんかは、こう、なんか、学生さんというよりは、大人の方の方がちょっとヒットするかもしれません。でもまあ、大人になったらね、学生さんも必ず見るような、そういうふうな、内容でもあるかと思います。さて、今日ね、たくさん出てきてますよ、人物。はい。ね。これ、下からいきましょうか。はい、ソクラテスさん、パスカルさん、福沢諭吉さん、インカーンさん。インカーンさんちょっとなんか悪そうな顔してるな、いい人なのに。で、孔子さん、マリー・アントワネットさん、縦長ですね、随分ね。それからキング牧師さん、キング牧師さんちょっと、顔の形、本物っぽいけど、実はちょっと白いという。はい、本当は黒い方です。はい、ただ黒にすると、もうちょっと画面ちょっとね、なんかすごいこう見にくかったりするので、今ちょっと白くなってますね。で、マキアベリーさん、ナポレオン一世さん、聖書納言さん。はい、というわけで、もう、いろんな時代、古代から、現代までたくさんいて、それからいろんな地域の人が来てます。で、この人たちの共通点って何だろうということなんですけども、さあ、では行きましょう。皆さん、どんな共通点のある人物なんでしょうか。はい、というわけで、今回は、私たちは、今に残る有名な名言、フレーズを残した人物です。というわけで、はい、今回は、まあ、すごい、おーっていう名言もあったら、なんでそれっていうのもあるんですけども、歴史に残る有名なフレーズを残した人物ということで、これの本当に多いんですよ。本当に多くて、その、どういうことをね、紹介してもらうかっていうのすごい、こう、私も悩んだんですけども、結局、まあ、ちょっと今日こういう形になりましたので、少しお付き合いいただきたいと思います。さあ、それではですね、最初の方、ちょっと古い、最初のちょっと古い順番でいきたいと思います。途中でこう変わるんですけどね。さあ、それでは最初の方お願いいたします。はい、というわけでトップバッター中国から、孔子さんお願いします。はい。さあ、自己紹介をしていただきますね。孔子。孔子。で、これね、子っていうのはこれね、先生っていう意味なんで、孔子というのが一応本名なんですね。ただ、中国の人っていうのは、これ、まあ、イミナっていうんですけども、こういうのは呼ばなくて、別の呼び方があります。ちょっとここには載せてないんですけども、中字という別の言い方があるんですね。まあ、とりあえず、我々は尊敬の意味を込めて、中国の人が孔子って呼ぶので、我々はそのまま言っています。だから、いっぱいいるんですね。この春秋戦国時代っていうめちゃめちゃ古い時代なんですけれども、この時代思想家がたくさんいる時代です。
高校で、学校でですね、ひょっとしたら歴史やってる人やったら、諸子百科っていうのを聞いたことあるかもしれません。たくさんいる思想家のうちの、もう代表格。で、彼が、この、儒教っていうのを始めていくということで、で儒教っていうと、まあ、有名なところで言うと、こう、上下関係のお話が出てきたりとかするのがありますよね。あれ、中国の思想の基本になっていくんですけども、我々、日本もその影響は受けています。だから、ほら、身近なところで言うと、先輩に対してとか、後輩に対してっていう接し方違いますよね。ああいうのって儒教の考え方でいろいろある。で、この孔子はですね、孔子さんは、この春秋時代という戦乱の時代になってるんだけれども、なんでなってしもたんかなって彼は考えて、ちょっとこの人間愛って一番人間大事なものが足りなくなっちゃったと。だから、目上の人に対してこうしましょう。目下の人に対してこう可愛がりましょうっていう礼っていうのが大事だよっていうふうにこう説いたんですね。はい。ちょっと今、孔子さんの解説をしております。で、ほら、人っていう字、この人という字ね、人弁人にと書くやつなんですけども、この字っていうのは、ほら、日本の天皇家の方々の名前って全部この人がついてるんですよ。つまり、それだけ、非常に大事なことだっていうことで、ご講師の方はつけたりとかしてるんですね。さあ、まあ、それはさておきましてですね、では、この方の、はい、名言です。で、実は講師さん、著作がありません。本、残ってないんです。ただ、たくさんいるお弟子さんと会話したのを、別の人が記録に残してる。で、これが、論語って言います。もし興味があったら、論語って漫画とかにもなってるから、よかったら見てほしいな。なんか、どうしても、後々のね、ずっと儒教を広がっていくと、上下関係の話ばっかりこう、注目されるんだけども、そういうのだけじゃなくて、こうやって生きていきましょうねっていうふうなことを書いてあって、結構ね、大人がね、論語を読むっていうのはよくあるんですね。はい。これ見ている、学生の方々もですね、まあ、ちょっと、大人になったらですね、そういうのを読んでみても結構面白いかもしれませんね。はい。まあ、今日たくさん人物出てきたんですけども、とりあえず古代の有名な思想家の方にはちょっと多めに言葉を紹介してもらいたいと思います。では、孔子さんの言葉を紹介します。よいしょ。はい。その人を知らざればその友を見よ。友達見たらそいつがどんなやつかわかるよ。みたいな、そんなことですね。で、過ちって改めざる、これを過ちという。失敗して修正しなかったらそれが一番かっこだよね。って言うんですね。そして、義を見てせざるは言うなくなり。人としてすべきことをと知りながらそれを行わないのは根性ないからやと。ね、そういう感じです。はい。私がなんかこう、関西弁になってますけど。学べはすなわちこうならず。勉強したら視野広がって柔らか頭ですよと。そして、知らざることを知らずとなす、これ知るなりと、ね。知らないことを知らないと自覚をするのが一番、本当分かっとかんかかねんでって。無知の知ってやつ。実はね、これ言ってる思想家哲学者多いんですよ。自分がアホやって自覚ないと、あかねって言ってるんですね。はい。っていう風なことで、結構こういう話って大人の方が響くかもしれないですね。はい。というわけで、まずは、はい。高3ですね。ちょっと大人の方にグッとくる内容が多かったかもしれませんが、皆さんも興味を持ったらですね、またなんかちょっと本読んでもらったらいいかなと思います。はい。じゃあ、拍手。さあ、今日は時間がありませんので、結構パパパッと行ってみたいなと思います。さて、古代ギリシャのソクラテスなんです。実は孔子の時代よりは、ほんの少し後になるんですけどね。まあ、この人も古代のヨーロッパのもうむちゃむちゃ古い時代の人です。名前ぐらいは多分聞いたことあると思うんですね。うん。で、このソクラテスさんなんですけど、よいしょ。はい。紀元前469年頃ということですから、すごいですね。もう今から2000年以上前なんですけども、古代ギリシャ哲学者です。で、実はですね、この人ね、奥さんがちょっと悪妻というふうに言われてまして、まあ、ちょっと名前もクサンティッペって、またなんかちょっとね、なんだこの名前はみたいな感じの奥さんなんですけども、はい。私が生きていた時代のアテネは直接民主制の時代なんじゃって書いてますね。はい。直接民主制。これ、これ高校生の方見ている方だったら、ギリシャの古代都市国家のアテネの民主政治聞いたことありますかね。まさしくこの人はそのど真ん中の人です。このど真ん中の人ですね。で、その有名な弟子がプラトンで、またその弟子がアリストテレスということで、すごいもうそうそうたるこの面々が弟子、そしてそのまた弟子ってこうついていくというなかなかすごい人ですね。さて、このギリシャのソクラテスさんなんですけど、この人も実は名言が多い。で、孔子と同じでですね、実は、
弟子のプラトンとかいろんなその哲学者の著作の中に彼の言葉が書いてあるんですね。はい、古代哲学者の方、ちょっと多くの言葉を紹介していただきます。せーのよ。はい、まあ、ギリシャ語なので、古代のギリシャ語なので日本語にも完全に直してますが、本をよく読むことで自分を成長させていきなさい。本は著者がとても苦労して身につけたことをたやすく手に入れさせてくれるのだ。はい、もうなんかすごい勉強性ばっかり言われてる気がしますね。あと、自分自身が無知であることを知っている人間は、自分自身が無知であることを知らない人間より賢い。これちょっと関連するのが、汝自身の教えですね。ほら、さっきの講師さんも言ってます。自分が分かってないということを自覚しないとダメですよ、っていうふうなことですね。はい。で、次これですね。生きるために食べよ。食べるために生きるな。あ、もうなんかもう私、すごいこう、ぐさっときます。はい。なんか食べるの楽しいっていう時ってあるんだけど、これギクっていう、あ、やっぱりギクっていう人いますよね、これね。コメント添えてますけど、そう。あるじゃないですか。ね。もう、だってさっき私自己紹介の最初のご挨拶のところで顔出てたけど、絶対あの時より丸くなってますからね、確実に丸くなってますからね。はい。これちょっと反省ですね。今度、ちょっと丸くしてもらうか、僕痩せるかしないといけないんですけど。はい。で、これ最後ちょっと面白いんですけど、どうやったら、立派な哲学者になれますかのこと、みたいなこと聞かれたんですよ。そしたら、とにかく結婚したまえ。良妻を持てば幸福になるし、悪妻を持てば哲学者になると。はい。どうも、この話を聞くと、ソクラテスさんも奥さんに叶われへんかったかな、いう気がちょっとなんかする気がします。はい。皆さんのお家でも、お父さんよりお母さんの方が強いかな。でも、悪妻だからな。どんな奥さんなんだろう。はい。というわけで、ちょっと、なんか別の興味がそそられてしまいますが、とりあえず、ソクラテスさんにたくさんの言葉を紹介していただきました。はい。ありがとうございました。拍手。白菜を持てばってなんかボケてる人けど、悪菜で悪菜。悪菜ですよ。さあ、じゃあ次です。さあ、ちょっと今度は、はい。あ、なんか、白菜つけたら漬物できるかでしょうね。なんか、ちょっとボケてる方がいますね。突っ込みにくいな、テンポが。はい。じゃあ次。イタリアのマキャベリさんですね。さあ、このイタリアのマキャベリさんっていう人はどんな人なのかというと、自己紹介お願いします。ということで、こうね、言っていただきました。これは、15世紀から16世紀ですね。ここがありますけど、この時代。この時代の、まあ、政治思想家として有名なんですけども、もともとは、フィレンツェっていうところの外交官です。昔はね、この時代っていうのは、イタリアがバラバラに分かれてました。そして、貿易とかですごく強くなった都市が、軍隊も持って周辺に拡大をしていってる時期だったんです。で、このフィレンツェっていうのは、ものすごいお金持ちになって強くなってて、ちなみに、ルネサンスっていうのが最初に、バッと花開く、たくさん文化人出てきます。あれの最初に花開く中心っていうのは、フィレンツェでした。で、そのフィレンツェの外交官なんですけども、当時ね、イタリアって実は、これはイタリア戦争と言って、イタリア戦争っていうふうに言って、ドイツとかフランスとかからガーって攻められてる時期なの。で、そんな時に、このマキャベリさんはですね、ニッコロ・マキャベリさん、誰やニッコロがして書いてる人、はい、ニッコロ・マキャベリさんはですね、彼は、このイタリアっていうのがこんなに攻められてるけども、攻められへんようにするにはどうするのがいいのかっていうことで、彼が言ったのは、統一こそ急務だよと。統一するのが一番だと。で、そのためには、もう、道徳とかそういうの関係なしに、道徳とかそういったものは関係なしに、ライオンのように勇猛で、キツネのようにずる賢い、そういう風な君主がいるんだ。それでないと統一はできないよって言います。で、それが有名な君主論っていう本で、本に書いてあって、これ今でも、まあ、政治のそういう哲学の基本みたいな考え方になったり、だからね、今でも、割とね、サラリーマン、大人の人が読んだりとかもするんです。で、その時に、そのイタリアのね、そのイタリアのそうやってバラバラになってる時に、実はローマ教皇の子供ですごい軍事的に強かった人がいるんです。その人がチェーザル・ボルジアっていう人なんですけども、まあ、最後この人ちょっと捕まっちゃうんだけど、この人と、まあ、彼は交渉することがあった時に、この人こそ実はイタリアを統一できる君主なんじゃないかっていう、こういうふうに言ってたんですね。はい。もう、ものすごく簡単に、言うとそんな感じです。
で、このマキャビーさんなんですけども、今でもね、そのサラリーマンの人がね、読んだりするような本の中に結構ね、すごいいいこと書いているので、まあ、それはちょっとですね、ちょっと多めなんですけど、紹介してみたいなというふうに思います。はい。まあ、国家のこと、政治のこと中心ですけども、こう、対人関係とかそういったことにも当てはまることが結構多いですね。さあ、行きましょう。はい。で、運命の女神は、積極果敢な行動を取る人間に味方する。うん、やっぱり積極的に動かないと、運命の女神味方しかねへんということだね。で、個人でも国家でも同じだが、相手を絶望と怒りに駆り立てるほど痛めつけてはならない。はい、例えばこう、喧嘩をするとかっていうふうなことがあったときに、なんていうかな、こう、やっぱりちょっと許してあげるとかしないと、追い詰めてしまうと、本当に逆ギレされてしまって偉いことになったり。うん。口喧嘩の時もそうですね。ただただ追い詰めてしまうだけではダメだということですよね。これはもう本当に国なんかもそうで、ね、よく日本でも戦国時代の時とかに、もう本当に追い詰めてしまったら、もうそのお城の人が、もう最後ね、もう死ぬ、どうせ死ぬんだからやったらやんけって言って、むちゃむちゃ強くなったりとかするっていうのはよく出てくるんですね。なるほど、すごいな。それから、これ僕好きなんですけど、謙譲の美徳をもってすれば、相手の存在さに勝てると信じる者は、誤りを犯すために落ちる。これは、よくこの言葉が、なんか今だったらたまに、こう、インターネットなんかで上がったりするのは、日本が、こう、まあ、韓国や中国とか、いろいろ揉めてるところありますね。そこに、優しいことばっかり言ったりとか、援助とかしてたけども、結局、なんか、それだけだと、事件って結局解決しないんだよっていう、そういうふうなこと。優しいことばっかりやってても、解決しないよっていう、そういうふうなことを言ってる。やっぱり、はっきり言うとか言わないといけない。まあ、これちょっと言葉難しいですけどね。うん。そう、漢字が難しい。おわー、そうですね。これね、謙譲の美徳だから、つまり謙譲って譲るってことなんです。つまり、相手の言うことを聞いて、はいはいっていうふうに譲ったりとかしてる。ね、その状態があったら、その相手がね、もうちょっと、尊大さって書いてますけども、まあ相手が、わーって言ってきたのも、ちょっと収まるかなと思ったら、それは違うよ。うん、だから相手がふわーってこう言ってきた欲求に対してビシッと厳しく言う時も必要なんだよってこう言ってるね。あとこれですね、天気のいい日に嵐のことなどを考えても見ないのも人間共通の弱点である。そうですね。だからつまりこう万が一のことっていうのは考えたかなきゃいけないってことですよ、常に。あ、図に乗るなみたいな、あ、図に乗るなというよりは相手の言うこと聞いて優しくして図に乗せちゃいけない、うん。こっちの方が近いかもしれませんね。うん。ちょっと難しいですね、これね。僕好きなんですけど、一応。はい。一番最後はなんかこう分かりますよね。なんかするときに、そう。ね。なんかするときに、万が一のこと考えとかなきゃいけないんですよね。はい。でも普段考えないんですよ。今こう私普通に健康に生きてます。でも、ね、もし自分が病気になった時の備えってどうだろうみたいなね、なんかそんなこととかありますよね。うん、もしなんか家燃えちゃったらその時どうしたらいいんだろうとか、万が一のこと、まあそればっかり考えたらダメだけど、それもたまに考えなきゃいけないんですね。はい。心配だわって書かれましたけども、はい、ちょっと私太ってるからね、最近ね。はい、というわけで、ちょっとね、難しい言葉も多いんだけども、ビジネスマンにすごい読まれてるっていうふうなことらしいので、はい。大きくなったらね、この見てる学生の皆さんもね、読んでいただいたらいいかなと思います。あ、太いと思ったら、そんなことないよって、そんな優しいこと言ってたんです。はい。とりあえず拍手しましょう。ありがとうございます。はい。なんかあれですね、やっぱりこう、まだわからないことも多いけど、大人になっていろいろしてたら、ああ、そういうことなんだなっていうようなことがわかる、そういうセリフもちょっとね、ありますよね。さあ、で、こっからはですね、今日すごい人物多いので、ショートバージョンで、ここから行きたいと思います。では、次の人物です。はい、どうぞ。フランスのパスカルさんです。ね、多分、リカの授業とかで出てくるようなお名前ですね。パスカルなんですけども、ブレイズ・パスカルというふうに言います。で、この人なんですが、すごいですね。哲学者、自然哲学者、物理学者、思想家、数学者、キリスト教神学者ってめちゃめちゃすごいですね。うん。で、あ、自分で言ってますね、これ。多分野に及ぶ天才と言われてます。でも彼は、ね、早く死んじゃったので、30代で死んじゃったので、彼の、なんていうかな、こう、
彼のそういう研究とかをバシッとまとめてる、まあこれ、まあ、パンセっていう本があるんですけども、それを彼自身がね、見ることもやっぱりかなわなかったというふうに言われていて、もうちょっとね、生きてたらまた変わったのかもしれませんね。まあ、パスカルさんといえばこれです。これ有名です。はい。人間は考える足である。足って言っても、レッグとか、フットの足じゃないです。そっちではなくて、足ってこう、植物ね。ね。人間って、まあ、細い植物みたいなもんで弱いじゃないと。でも、考えることができるでしょ。これが植物や動物と違うよと。うん。考えることができることに、その偉大さと尊厳があると。うん。そう、人間って考えられるということが素晴らしいことなんだよ。こういうふうに言ってますね。はい。で、この人ね、もうちょっとなんか長く生きてたらね、いろんなことを、また言葉残してくれたかもしれないですけどね。はい。じゃあ、次の方行きましょう。シュー。さあ、そしていきまーす。よいしょ。あ、来ました。ナポレオンさん。私、ナポレオンだけでなんか2時間くらい喋りたいんですけど、これダメですかね。はい。では、ナポレオンさんなんですけども、ナポレオンさんは、はい、してますね。もうフランスの英雄です。もともと、ね、あ、カラフル。そうそう、カラフル。これ、今回出てくる、方の中では多分一番、なんかビシッと決まった感じの、服ですね。さあ、この方、フランスの軍人さんです。でね、もともとフランス革命ってあったでしょ？市民が王様倒しちゃうフランス革命。で、ナポレオンは、そのフランス革命を守るというか、周りから攻められたりもするので、その軍人さんだった。ところが、新しくできた政府とかが結構グタグタだったので、一生懸命軍事力で頑張ってたナポレオンという人にスポットが当たって、彼が最終的には皇帝になります。なんと、最後は国民から、ね、これ投票してもらって 91% の支持で、彼は皇帝になるというそういう勝利ですね。で、彼はやっぱ軍人なのでいっぱいこう戦争とかをやって一時期そのヨーロッパ大陸の大半を支配下に置くっていうところまで来ました。うん。で、この人ね、本当もうネタの宝庫です。もうナポレオンだけで本当に40分間になって余裕でできます。私もう2時間ぐらい喋れます。普段授業喋ったりしますけど、はい、人気者、もう人気者ですね。ものすごいせっかちでね、この人ね。うん。一つネタを言うと、このナポレオンさんはですね、すごいせっかちなので、まあ、皇帝とかになったら、こう、ね、食事とかもやっぱりこうコースとか順番出てきて、そこそこ豪華だったりするじゃないですか。その順番が嫌なんです。もう、なんか待ってるのがめんどくさい。まあ、彼、田舎者なんだけどね、田舎者って怒られるけど、そう、そういうところでもあるので、そう、だからですね、彼はですね、そのシェフに向かって、できたもんから持ってこい言うんです。で、シェフがデザートしかできてませんって、もし言うふうに、そういうふうに言ったら、カマンから持ってこい言って、フルコース20分ぐらい食べちまうらしいですね。まあ、そんな感じの、なかなかせっかちな人やっていう説があります。そういう話も残ってます。さあ、で、ナポレオンさんといえば、まあ、ネタの方向なんですけども、まあまあ、そのネタの話は、もうちょっと置いといて、さあ、やっぱり有名な言葉。はい。ちょっと2つほど出しました。これ好きですね。リーダーとは希望を配る人のことだ。うん。なんかかっこいいなと思いますね。これね。あとこれ有名ですね。我が輩の辞書に不可能という文字はない。これはやっぱり有名でしょ。はい。で、ナポレオンという人は、ヨーロッパとかフランスでも非常に評価の分かれる人で、やっぱり彼が軍を率いて戦争に行ったってことになって、フランスの若者のかなり多くが死んだのも事実。実際人口ちょっと停滞してしまった時期もあって、すごく批判される部分もあるんだけども、一方で、その彼に対する評価っていうのはすごいあって、またここね、最近はナポレオンってやっぱり英雄だよっていうことはフランスでも言われています。で、そういうこともあってですね、これもまあちょっとネタなんですけども、はい。現在フランスでナポレオンのイメージを損なうということで、豚にナポレオンと名付けることは禁止しています。はい。ね、ワンちゃんとかにいろんな名前つけたりとかしますけども、はい、豚にナポレオンっていう風に名付けることは、なんか、確か法律で決まってんだっけな。なんかそういう感じで禁止だそうです。はい。ということで、ナポレオンさん、まだの議会にということで、じゃあ、拍手でしょう。さあ、では次行きましょう。よ。さあ、リンカーンさんです。若干ちょっと悪人顔になってますけども、本当はいい人です。さあ、リンカーンです。はい、もう皆さんよく知ってますね。エブラハム・リンカーンです。アメリカ合衆国の、お、そうそう、花見時ね。そうそうそう。うん。
弁護士、あ、政治家でもあります。弁護士でもあります。もちろん、第16代大統領、有名ですね。で、ね、これもご本人も書いてますけど、はい。しばしば最も偉大な大統領の一人に挙げられますって書いてます。あ、別に悪徳業者じゃないですからね、これコメント書いてくれてますけど、ちょっと人相若干悪めですね。はい。あ、でもね、大統領になった時ぐらいとかは、結構精悍な顔の写真だったりするんですけども、結構、まあ、大統領、まあ、最後暗殺されてしまいますけども、南北戦争が終わった後ぐらいの写真とかは、かなり疲れてる顔になってます。すごい老けた感じになりますね。そうやってやっぱり、なんかこう、うん、顔の表情すごい変わるなっていうのは、写真を見ればちょっと分かったりしますけどね。さあ、で、このリンカーンさんですね、まあ、今でもその、まあ、ここにね、ご本人も言ってる通り、最も偉大な大統領の一人に挙げられますってこう書いてますけども、実際そうで、黒人の方からの、まあ、それ黒人の解放、奴隷解放宣言とかされたので、当然、その人気があるという部分も当然あるんですけども、ね、ちょっと前だと、オバマ大統領ですか、オバマ大統領がすごく尊敬する人がリンカーン、オバマ大統領ね、オバマ大統領は黒人の血が入ってらっしゃるので、元大統領ですか、元大統領は、国の血が入ってらっしゃるので、すごいこうリンカーンのことを尊敬しているというようなことなんですけども、そうだから、安倍総理大臣とオバマさんが会談したときに、もともとちょっとオバマさんって安倍さんというか日本の首相を若干警戒しているところがあったわけですよ。なんかコロコロ変わっちゃったから、ね、でも安倍さんが長期政権を築いたときに、やっぱりあこの人は信頼できると思ったんですよね。ホワイトハウスで2人で会談するんじゃなくて、なんとリンカーン記念堂に連れて行ったんです、オバマさん、安倍さんを。で、安倍さんも結構背高くて、オバマさんも背が高いので、その二人が、こう、リンカーン記念堂のところで、こう、二人で、こう、話して、会談している、ところ、ちょっとシルエットみたいな感じで、ポンとね、どっか新聞に載ったんですけど、すごい二人ともかっこよくて、うん。ああ、背高いっていいな、とか思ったりしました。まあ、そんなさっときまして、オバマさんはリンカーン尊敬しています。さあ、リンカーンと言いますと、こういうことも言ってます。待っているだけの人たちにも何かが起こるかもしれないが、それは努力した人たちの残り物だけである。ああ、なんか、ねえ、ずしときますね。ね。あなたが転んでしまったことには関心はない。そこから立ち上がることに関心があるのだ。ああ。それはもうなんか、長い人生を生きた人のセリフみたいな感じですね。はい。だから万が一こういろいろ失敗があってもね、まあ、そこでくじけることなく、やっぱ立ち上がっていこうと。うん。そういうふうに思わせてくれますよね。さあ、そして、リンカーンというふうに言いますと、やっぱり、この演説。はい。ゲティスバーグ演説ですね。南北戦争の時の、あ、そう、男前、あ、もう男前ですね。うん、すごいかっこいいです。で、これやっぱりね、リンカーンといえば、この演説のワンフレーズでしょうということなんですけども、これを見ている学生さんとか、それから大人の方もそうなんですけど、英語の時に、多分リンカーンのこの演説、暗記させられたっていう人はいるかもしれません。はい、私は脱線しましたけど、まあ、なんか覚えさせられた記憶はあって、最後のところだけ覚えてますね。Government of the people, by the people, for the people、ね、つまり人民の人民による人民のための政治って書いてます。で、これでなんか電池紙の勉強ね、電池紙何入れんのみたいな、すごいなんかテストで問われたような気がするんですけども、これ、とかで英語やってきてたらちょっと覚えてるかもしれませんね。はい。これね、これはね、ゲティスバーグの戦いの後に追悼の演説をするというすごい激戦だったんですよ。で、それで演説をするってことになったんですけども、これもう名演説みたいな感じで言われてますけど、実際当時実際彼が喋った後って、みんなが名演説うわーって拍手したとかじゃなくて、みんなえって感じでポカーン。普通ね、当時政治家の演説って普通に1時間ぐらいです。でも彼ね、この演説ね、5分ぐらいで終わった。そう、だから、えと思ったんだけど、その時の新聞がそこの言葉を載せて、パーンって配信したんです。そしたら、新聞ってどうしてもまあ紙物なので、ワンセンテンスだけ受け取られるでしょ。だから、やっぱこれは人民の人民による人民のための政治って、はっきりとこれを歌ったわけですから、やっぱり、すごいいい内容だったということで、そのマスコミがそのなんかこう新聞切り取って、それでこの言葉がバーってこう拡散されていって、なんか名演説の扱いになったそうなんですけども、本当はなんか、すっげえ短い演説でみんなが、もう終わりみたいな、そんな感じだったらしいです。はい。ね、あんまりこう、くどくど言うと、リンカーンさんに怒られそうですね。さあ、というわけで、リンカーンさんって言いますと、南北戦争があって、その時に奴隷解放宣言ですね、これをやって、まあ、南北戦争終わった後はちゃんと憲法の修正もやって、アメリカってすごいのが、フットワーク軽いですね。何かあったときすぐに憲法をパッて修正して変えていくみたいな、そういうことをやっていくわけです。まあ、それでも、
黒人の人たちに対する差別って残ったんですね。その黒人の差別をなくしていこうというふうな人が実は次に出てきます。次出てきたのがキングボクス。もちろんリンカーンのことを尊敬してやまない方です。ちょっとこれ今日顔白いんですけど、お城に塗ってみたいな。白いんですけど、本当はあの黒人の方です。はい、黒人の方です。はい、雨真っ黒にするとなんかちょっと ここの画面でもちょっと出ないので、若干白くなってきていただきました。さあ、このキングボクスさん、自己紹介をしてもらいますと、はい。あ、そう、今回、花紫。いや、もうみんな花の色見てるな。はい。マーティン・ルーサー・キング・ジュニアですね。まあ、一般的に、こう、キング・牧師というふうに言います。で、アフリカ系アメリカ人、いわゆるその黒人の方々の、まあ、どうしても差別がいっぱい残っちゃうので、それをなくしていこうという運動、いわゆる公民権運動ですね。これ、入試にも出てきますけど、公民権運動っていう、それをやった人です。で、彼に影響を与えた人っていうのが、もちろんそのリンカーンのもそうなんだけども、実際の運動のやり方ですね、影響を与えたってわけのが、インドのガンディ、非暴力不服従運動で、ね、実際にもう一個も暴力振るわずに相手の心を折っているぞと、そういったことで運動していくんですけども、そういう運動のですね、影響を受けているので、彼もそれを実践しています。で、彼と言いますと、まあ、もう名言というか、まあ、もう名フレーズですね。I have a dream. 私には夢がある。と言ってこう語っていく演説の様子というのが、すごく話題になりました。はい。というわけで、I have a dream の話です。やっぱりちょっと出てきました。黒人の方々はね、やっぱり苦しい思いもされて来られた人たちも多いので。私たちには、今日も明日も困難が待ち受けている。それでも私には夢がある。かっこいいじゃないですか。ね。この世で本当の無知と良心的な愚かさほど危険なものはない。うん。やっぱ無知っていうのは、いかん時があるよね。うん。やっぱり、なんか、知ってないと相手傷つけることもあるし、まあそういうふうなことも言ってますね。でね、もうキング牧師って最後暗殺されちゃうんだけど、なんかすごくね、もう聖人君子のように言われますけども、すごい人格者みたいに言われますけど、実はですね、この人ですね、結構不倫とかスキャンダルが多くてですね、FBI がホテルとかで、ちゃんと盗聴してたらしいですからね、かなりの問題を抱えてて、これ若干がっかりしますよね。うん。まあでもあれですよ、大体ね、世の中ね、成人とか言われてる人がね、案外裏でちょっと何してんのお前みたいな、多いですよ。うん。やっぱり人間そんな完璧じゃないからね。うん。人間だものって、まあそうですね、なんかの詩人みたいなことですよね。はい、人間だものですよ。本当そうです。ね。さっき出てきたような人たちもなんかちょっといろいろありますもんね。はい。大人って、うん、まあでも大人みんながおかしいわけじゃないからね。まあでも、歴史上の人物ってなんかやっぱりいろいろありますよ。だから今でもよく聖人君子みたいなのが使われる人っていうのはちょっと疑ってみるのもいいかもしれません。さて、よいしょ。ここからですね、その、まあ名言ってわけじゃないけども、有名なフレーズを残した人物っていうのをちょっと紹介してみたいと思います。さて、聖書ナコンさん来ていただきました。自己紹介をしていただきましょう。はい。平安中期の女優作家、歌人です。本名は不明です。昔はね、女性は本名とかもわからないことが多いんですね。随筆枕の草子は平安文学の代表作の一つで、現在でも、ね、学校で習ってる人多いはず。そしてこれ見ている方でもですね、こういうなんか学校だとか、そういう通信のやつとかで習ったっていう人いるかもしれません。うん。で、まあ、これね、有名な、歌の名人とされているんですね。36歌仙とかに数えられてますね。そう、春は、そう、まさしくそれ、その春はなんとかの話をちょっと今から語ってもらおうと思います。ね。聖書ナコンさんといえば、随筆枕草子。随筆ってエッセイね。エッセイ。思ったことをこう、つらつらと書いていくって感じなんだけども、そう。学校で古文の時間にやったっていう、これ見てる方多分いると思うんですよ。大人の方も見てると思うんですよ。春はあけぼのようようや白く、なりゆく山際、少し赤いて紫立ちたる雲の細くたまみたると。まあ、こうやって出てくるんですけども、はい、夏は夜とか出てきますね。これ、ちょっと延々とやってる場合ではないので、すいません。ね。まあでもこれ、なんかやったことのある方だと覚えてると思うんですけど、ちょっとなんか結構こう難しい感じはしますよね。どうしても古文なのでね。あ、なんか言ってますよ。みんな古文の授業で難しいって言ってるけど、随筆ってエッセイだ。今風に言えばブログに載せてる文章みたいな感じなんだから。お。ブログか。そういう、
でもこういう人たちはブログとかツイッターやってる方いるかもしれませんけど、ブログですか。そう、現代語訳してみてよ、女の子っぽく。全体的に軽い感じですね。ちょっとまあ、せっかくなんで、はい、やってみましょう。よ、原文は、春はあけぼの、ようよう白くなりくだなぎは。で、まあこれさっき私言いましたけど、一般的な訳で、春は日の出前の空が明るくなる頃が良い。徐々に白んでいく山の裾野の方が少し明るくなって、紫がかった雲が細くたなびいているのが良い。ね、うん。これを、女性っぽく訳すとどうなるかね。はい。なんかすごい柔らかいな。これ、春って秋物よね。徐々に白く、徐々に白んでいく山陰がちょっと明るくなって紫っぽくなった雲が細くたなびいてんのよって、なんだこれ、何この役。はい、でもうせっかくなんでちょっとネットでね、あのチャラいね、これね、書いてくれるチャラいチャラい。で、これがあのギャルっぽくなったのをネットで調べてみました。ネットで調べたギャル語風訳ね。春は秋物が行くねって、つうかさ、だんだん白っぽくなってく山際がちょっと明るくなって、でさ、紫っぽくなった雲が細くなって、超たなびいてるのとかありえなくね、超ウケるって、なんだこれ、誰だこれ書いてるやつ。はい、これなんかして、ウケるとかもう、ね、ずいぶん、ふざけた感じですね。まあでも、案外、今のノリでたこうなんのかなっていう気はしますね。はい。まあ、こうするとちょっと親しみやすくなるかもしれませんね。はい。ありがとうございました。拍手。次。福沢さん、あ、出ましたね。一万円札。はい。私の財布には今は入っていません。はい。さっき見たら、さっき一応使ったら、正直に1000円でした。ちょっとね、小遣い制なので、また福沢にもらおう。さあ、それさておきまして、福沢諭吉さん、まあ、肩書きがすごいですね。自己紹介してくれてますけど、まあ、日本の武士です。そして、蘭学者、呪術家、啓蒙思想家、教育者。野口さんの方が見る。ああ、ちょっとわかりますね。はい、千の方。そういうのが見ますね。はい。私も今、こんな感じです。はい。で、慶応義塾ね、慶応義塾大学の創始者です。あと、いろんな大学とか研究所の創設にも尽力されてますね。すごい。うん。あ、そう、旗本。うん。で、お、一万円札。あ、もう、こんな長いのか。昭和59年からですね。ほう。で、福沢諭吉さんっていうと、やっぱ学問の勧め。このワンフェーズ、そういう目ですね。天は人の上に人を作らず、人の下に人を作らず。うん。有名なんですけど、お、なんかいただきます。みんな誤解してるのだが、私は平等主義を説いているのではないので、実はその後に続きがあるのだが、あ、天は人の上に人を作らず、人の下に人を作らずと言えると言われている。あ、結構見落としますね、これね。うん、多分知らない人多いですよね。うん、そしたら、うん、これアメリカ独立宣言からの影響などもあって、こう言われてると続けたつもりなーですね。なんだよね。うん、なんだよね。おう。おう。そうなると、ちょっとこう、言いたいことは変わってくるはずですね。これはね。うん。続きの一部はこうなってる。お。人は生まれながらにして、貴賤貧富の別なし。あ、つまり、金持ち貧乏人のそういう、まあ、差別はない。ただ、学問を務めて物事をよく知る者は、貴人となり、婦人となり、無学なる者は、貧人となり、下人となるなり。わあ、これ結構、ああ、こういうこと言ってるんですね。なるほど。そっかそっか。ということは、こことか。はい。あ、言ってます。本当に言いたいことは、人はみんな平等って言われてるけども、現実は平等じゃないよね、と。それなんでかっていうと、学問をちゃんとしてるかしてないかによる。だからみんな学問しようね。そうそう、勉強大事ってことね。うん。そういうことやね。やっぱり、そういうふうに歴史の偉人も言ってるんよね。うん。そっか。これね、やっぱ誤解してる人多かったと思うんですね。まあ、だから学問の勧めなんだね、あの本はね。はい。また勉強の話ですね。でも、なんか、偉人は勉強せんってめっちゃ言うてますね。まあ、だからその学校であるっていうことだけじゃなくてね、興味持っていろんな本読んだりとか、
いろんな人の話聞いたりするって、まあ、全部そういうことを含めてでしょうね。はい。まあ、ありがとうございました。では、ね。さあ、ラストです。はい。フランスのマリアントワネット。あ、もうこの人って多分もうこの話だな。まあ、ちょっと自己紹介。名前長いけどね。マリアントワネット・チョフ・ジャーヌ・ド・アブスブル・ロネーヌ・ド・トリッシュっていうことが長いな。そう、この人はって言いますと、ベルサイユのバラって言われました。あ、お菓子の話、あれで、そうそう、お菓子の話、お菓子の話。うん。ね。そうそう、あ、お母さんも有名やね。マリア・テレジャーってめちゃめちゃ有名な人、受験絶対出ますね、この人ね。そう、フランス革命中に、そのルイ16世の奥さんだったこともあって、ギロチンにかけられて亡くなったと、ね。そう、ベルサイユのバラと言われたほどの、すごいこう、社交界の花形だったんですよ。まあ、こういうことになって、最後はね、革命が起こって殺されちゃったんです。まあ、マリー・アントワネットさんといえばですね、この民衆がね、食料足りない、パン足りない言うてるときに、ブリオッシュ、うん、食べればいいじゃない。パンがなければ、お菓子、ケーキを食べればいいじゃないって言ったっていう名で、ね、まあでもそういうことでしょうね。うん。あ、それ私言ってないんだけど。え、嘘。お前言ったと思ってました。贅沢したけど、そんなこと言うわけないし。言ってない。これまずね、ちょっと調べとかんとね、怒られますね。冤罪、ああ、そう、冤罪ですよ、冤罪ですよ。あ、出てきましたよ。このセリフはジャン・ジャック・ルソーの自伝的な告白っていう本に出てくることで知られると。で、これ書かれた時ってマリアントワネット9歳だから、そう、まあ言うわけだよな。まだオーストリアにいる時だから。大変に身分の高い女性が、百姓どもには食べるパンがございませんと言われて、ではブリオッシュを食べるがいいという記載があることから、その後彼女の言葉とされたそうです。おお。しかもルイ16世の時代に、まあ、小麦の値段は上がってたそうなんですけど、飢饉はまずかしくない、まずかしくない。あ、庶民パン困ってない。うわ、もうめちゃめちゃ濡れ気味じゃないですか。あ、これは失礼しました。あ、すいません。はい。だからね、最近はマリー・アントワネットとかルイ16世の再評価の動きもありそうですね。はい、もうとりあえずその怒る前に帰ってもらいましょう。さあ、拍手。というわけで、お時間も来てしまいましたので、今日はこれで終わりたいと思います。もうちょっとね、マリー・アントワネットさんが怒らないうちに帰っていただきましょう。はい、というわけで、はい、今日は名言の、名フレーズの、特集でございました。あっという間に時間が過ぎました。はい、皆さん本日は本当にありがとうございました。それではまたこのね、歴トークになるのか、歴史ニュースになるか分かりませんけども、またね、北林が司会をする、その回でお会いしたいと思います。興味持ったらね、ちょっと調べてみたりとか本読んでみてくださいね。はい、それでは、ありがとうございました。